よし。途方もない旅が始まる。まあつってもあれしかないけどな。あの最後のチャプターしかないけど。しかしそれでも長いのは事実だ。多分来年の春先ぐらいまでかかるだろう。春先までいかんか。2月ぐらいまでかかるだろう。1月ぐらいかな。しかし俺はやる。まあすぐだろ。1月2月なんて。普通に生活してたら。一応見るか。やはりスパロボへのリスペクトをオープニングを見ることで表現していきたい。完成作品相当いいな、インパクトって今気づいたけど相当いいじゃん、これランバインマシンロボなでしこっていいじゃない。ダウンクーガーもいるしな。まあいつもいるか、こいつグレンダイザーもいるんだぞ、お前ゼオライマーも珍しいな。ホピカゲこのカメラを意識した動き。よし、やろう。インパクト。なんかやろうっつってんだ俺。やろう。おい。歌を聴いてる場合じゃないんだもん。散々待った俺は。やらしてもらうぞ。うお、地上激動編。言うね。かつて地球圏は混乱のただ中にあった。一年戦争終結後、ジオン残党が両名目に暴走を始めるって言ったんです。後にグリプス聖域と呼ばれた戦い、ネオジオンと結びつき、最終的に地球圏全てを掌握しようと結んだパプテマス・シロッコの野望は、ブライドナー率いるアーガマ隊の前についえた。よくある。その戦争の陰でもまた戦い続けていた者たちがいた。戦争の混乱に乗じて世界征服を企んだ科学者ドクター兵、人類の技術が生んだ悲劇のサイボーグメガノイド、地球の先住種族を名乗り地底深くから現れた恐竜帝国、そして地球どころか宇宙そのものを地中に収めるべく動き出したムゲゾルバドス帝国。ほぼ同時期に連続した戦乱はスーパーロボット大戦と呼ばれ、文字通り巨大な力を持ったマシンによって勝利に終わったのである。だがそれでも地球圏は混乱のただ中にあった。全てが平穏に戻ったと思われた先の連邦軍上層部による浅はかな軍備縮小。この直後に訪れた新たな侵略者ベガダイを率いるベガ星連合軍、一度は引き下がったアクシス、ネオジオンの襲来、突如として火星近海に現れた謎の無人兵器木星トカゲ、そして本来なら戦争終結後各コロニーの自治をめぐって行われるはずだったガンダムファイトも、その開催の延期を余儀なくされていた。地球を中心として再び吹き荒れる戦乱の嵐、それがこれから続く事件のほんの事象に過ぎないということを、そしてそこに全宇宙を巻き込んでいくある力が働いていることを、この時誰も知らなかった。
宇宙西暦 00XX、 舞台は地上連邦軍極東支部、重戦機体基地、舞台はここから始まる。まあ実際壮大だからな、これ100はあるからな、気が狂っているよ、気が狂っている。おお、問題あり、飛ばしていった。静寂でなければ憎み合う、望んでいない、望んでいない世界、望んでいない世界、修正完成する、新たなる生命、失敗、やはり人間は、うるせえ。見ようかな、これ長いんだよな、本当に長いからな、これ。いやもう、あれ、これスタート、あ、スタートだ。ほら、めちゃくちゃ長い、これマジでガチで長いから。この長さもいかんとこだよな、最近のスパロボの。マジで長いから目痛くなるね、ゴミ見たら。文字を見るってストレスだからね、普通に。このテレビの画面の文字を見るって結構なストレスだから、この辺がな、スパロボのダメなとこなんだよな。おマジで長えな、本当に死ぬぞこれ全部見てたら。まあ見てたけど、最初の。まあパッパッと飛ばしていけばいいんだ。コンピューターロックオフ、プログラムナンバー THX139、 キーワードは飛竜城。それキーワードじゃないし。第1話ダンクーが出動とでも言うのかと思ったら全然違うことを言った。どういう演出なんだ。ていうかダンクーガの戦艦があるの珍しいな、その存在忘れてたわ。あれそんなあったっぽい。行くぜ。結構有名な位置は難しく、どれ、ガンドール、運動性50、総合1200、体力9000か。これシールド、あ、シールドあんのこいつ、マジで。パイロット、統率、あれシールドは、シールドあれね、エネルギーの右のあれ、これシールドなんだよね。もう別にシールドあれとは書いてねえな。強化バーチオ、あれ何なんだ、あれ なんだあれ、援護かな、よくわかんない。ガンドール砲マップ兵器、おマップ兵器ありがたいよ。マップ兵器使いてんよな。ちょっと音でかいか、これ音でかいかな、これでかいかもしれない。これ下げて、なんかインパクト音でけえよ。弾空砲フォーメーション弱くない、なんで弾空砲フォーメーションが2900なの。ガンドールと一緒じゃねえか、お前は。切り札が3,300、こっちの方が強いな。そしてこのアンニュイすぎる BGM 聞いてくれ、これはインパクトで全体的アンニュイだからな、すげえアンニュイになれるよ。まあいいか、なんかある、これ熟練の取得条件書いてないんだよね、絶対エンディングが見たいからさ。熟練度取ろう。さあどうする、とりあえず陸に上げるんだっけ、こいつは。これどうすんだ、こんなやつ使って意味ないんだよな、バーニー。いやどうすんだこれ、まあ、とりあえず置いときゃいいだろ、もうな、置いとこう、
走して、あ、お前すら行けるんだ、バンクーバー。そうでいいじゃん。もうメタスとかさ、お前らもうくだらない、くだらないユニットはもう全部乗せとけ。お前どうせいても意味ないだろ、お前。白、白は結構強いだろ。クリス、まあ疲れもんですか。ていうか敵が陸に上がってきてほしいから、動けねえよ。アンニュイすぎやしねえか。音楽が、音まだでかいかな。ちょっとでかいかもしれない。避けるか。なんかめっちゃ音でかいわこれ。インパクト。聞かしてくる。いいか。ああ、こいつ。まあ、来いや、もっと。来い、来い、お前ら。お、いいね。ガンドール砲。これしかやりようがねえな。あ、2400か、これ。ダンクーガーの方が強い。行くぜ。戦闘はもちろん全表示だ。そうなってる。あれを一度でも表示にしてしまったら、俺の椅子が爆散する。何をやっている。シールドを閉めろ。そうすると俺が落ちる下に。エネルギー充填 100% ガンドール砲を撃て。でで、簡単にやられません。あ、これ A ボタン押すと速くなるやつだ。まあ別にこれはいいだろ、これぐらいは。インパクトそんなにまだ長くないから、多分大丈夫だよ。そんな長くねえよまだ。この次ぐらいかな、すげえ長くなるから。さあ、そしてアンニュイ BGM どうしよう。リボルビングステークスというか、リボルビングステークスで、マジ懐かしいなこいつ。そうでもねえか、ちょいちょい出るからなこいつ。撃ち抜く、止めてみろ。最近よく聞く昔のこいつは良かったという。最近助けて、賭けだの切り札だのよく口にするようになって臭くなってきたという。でこの時はまだ薄味だった、薄味だっただろうかな。その薄味さ加減を見ていくか。おい、ちょっと慣れねえわこれ。なんかね、あのアナログコントローラーの、 あのグリグリの部分じゃないと、グリグリの部分で回していかないと。別にそんな難しくねえじゃんこれ。エネルギー充填 100% ガンドール砲を撃て。マグだろ、こいつでとどめだ。ひるむな、この程度はかすり傷だ。脇キャラを使ってやるか。クリスを使おう。強いんかこれ。ビームライフル1600、いいね。これ結構脇キャラも、脇キャラも鍛えれば強くなるか。当たって。うわあ。これほどのパワーが。脇キャラも鍛えれば強くなるとは。当たった。けどこんなものなら。けどまあまあ強いな、体力あるし。ここから狙えば。倍返しだ。え、これ全部足だ。嘘だろ。
何をやっとるんだお前、こんなタラの援護に全乱した考えられん。マジで使ったの、バカかこいつ、バカかお前。しかもいきなり愛を使って、すべての味方ユニットの体力 100%、 すげえなこいつ。よし180、ここでいこう。音楽は良くねえな、これ。こっちはいいけど。くっさー、落ちろ。中心が焼き付くまで打ち続けてやる。勝てー、こいつ。ごっ、もらったな。衝撃さえしなければ。インパクト感すげえな、こいつ。こいつのインパクト感。早くしてろ。なんかまあ全体的にメンバーにあれだな、花がないな。地形はリクエストか。じゃあここにいるよ。じゃあね、大岩あたりで。鉄拳が海へか。大丈夫かな。まあ一応これ気合使える。こういや、熱血はあるな、気合あるじゃん。両方がいるぞ。なんか分離できないんだよな、分離ができねえんだよな。まあ鉄拳でいいか。謎武装、謎武装、鉄拳という。こいつでとどめだ。よし、やれ、りょう。まだまだ勝負はこれからよ。なぜこんな硬いんだこいつ。まあでもこいつが硬いのは知ってるから、ね、くそ、うるせえんだよ。硬いのは知ってるけどやっぱり硬いわ。お前はなんでお前そんな強えんだ。お前なんでお前そんな強えんだ。奇襲ってお前、おい、加速ネックスひらめき必中ってお前、こいつやばいな。お前そんなにやばいやつだったのか。ダクバズからいけるかな。ザクバズでなんとか。やれあれか、あの救済、弱いやつの救済ちゃんとしてんな、これ偉いぞ。ザクだからって舐めるな。性能が違いすぎる。やらせ。相手シールド防御、シールド防御してこれかい。これちょっとシールド防御買ってんだよね。シールド耐久量っていうのがあってさ、ある。どう なんだっけ、どういうシステムだっけ。確かあのね、防御ってやつがそのままシールド防御の強さなはず。1だって、防御1だったらシールド1回につき100ダメージかな、まあ、そんな感じだよね確か。パルスレーザーで面白いのがシールドで完全に過ぎるとシールドの耐久値が減らないんだよね。それが面白いんだよ。だからシールド持ってるやつ使いたいな俺。このシステムは本当面白いと思う。ああ、なっちゃいないね。インパクトの良心。来やがれ。片っ端から撃ち落としてやるぜ。しかしこの1は盛り上がる様子がまるでないな。ただアンニュイな BGM とアンニュイなメンツで、あんまりプラスイオンがない。プラスイオンが働いてない。あそこあれ取らないといけないんだ。コンテナを敵に取られるかもしれないという謎のリスク。そのリスクいる？落ちろ！やる？胴体に当たったか？今日何のまだだ！喋るな。全部録音なのに。こいつはお返しだ。録音をつなぎ合わせて。被害はない。
タンクーガーと互角に渡り合うゴーグル。まあそれは知って聞いてたかな、それは知ってるけど、知っててもやっぱ強えなこいつら。おお血のりがやべえ、もう一回避けろ。血のりを全然生かしきれてない。落としてやる。これね防御で、あまあ避けたから、これ防御でしのげばシールド減らないんだよな。だシールド持ち育てたいよね、やっぱシールド持ってるやつ。変化防御とかいいんだけど、どうやってやるの。なんかワンボタンで、あもうこの子ねえんだ、そんなか、なんかワンボタンでさ援護なしみたいな。援護出ると時間かかるから、もういいよしなくて、時間がかかるからしなくていい。落としてやる。かすっただけよ。この音楽は一体作り直してくる、この音楽変えれねえな、システム。戦闘 BGM ユニットパイロット固定切り替え、パイロットでいいんじゃない。同軸どう変わんのこれ、どう変わるんじゃそれで。から来てるな。とりあえず陸に寄ってほしいわ、あいつは。飛ぶか。こいつ。こいつよ。白いギャ。これいいね。守ったら負ける。お、中心が焼き付くまで打ち続けてやる。そうか、こいつは統率があるんだ。だからこいつ役に立つんだな。燃えてやる。そうか、こいつは統率があるから強いんだ。シロはいいね。こいつほんまマジ両親だな、こいつ。このゲーム、このゲームを受ける両親だこいつ。音楽がいい。シローはお前もう下がっててくれ、頼むから。でこっちを下がっといて、下がっといて、お前もいい。あこれ強いかな、一応ザクバズで変更入るか。加速は使えるから、てかお前 SP 高いんだよ、どうして。なんでだよこのケチくせ。加速使ったのにこれかよ。この音楽は一体何なんだ。ドゥ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 、いくぞ。伝えたいメッセージがよくわからん、この音楽。何を伝えたいんだこの音楽俺に。くらえ、くらえ。まだまだ。おいシールド防御してこれか。なんでそんな強いんだお前。硬いだけならともかく強い。おい弾空砲に匹敵するじゃないかこれ。弾空砲2400ぐらいだな、2500か。これ弾空砲いけるな、いっか。弾空砲いけるでも死なないかもしれない、これでもその恐怖がある。ドゥルルッドゥドゥ、いくぜ弾空砲。死ぬ。うわー、や、やられた。ドゥルドゥル、倒した。経験値ももうデフレが100話もあるから、デフレが徹底的にデフレしてくるぞこれも。もうザク回復しよう、死にかねない。
コンテナ欲しいな。あれコンテナさ、置いといてもいいの？あれ置いといたら敵に取られるってだけでしょ。別に勝手に取るんじゃねえの？あれ置いといたら。これでやった、成功した。良心だな。落ち着け、落ち着けをしろ。中心が焼き付くまで撃ち続けてやる。死ぬほど効きそうな、この BGM。 あ、終わりか。さてどうしようかな。とりあえずリグに乗せたいな。削るか、ランクオール。これいいな。射程外からのダンク砲。乗ってきたぞ。これは野生化したのだな。あんな遠くから攻撃してくるのか。これは野生化している。してるか。よくわかんねえな、これじゃ。青くなんだっけ、これ野生化してたら。まだだな。よくわかんねえな、これじゃ。リボルビングステーク。これあれや。なんで？ここか。数を減らせとにかく。分の悪い賭けは嫌いじゃない。はい。うわ、すげえ。装甲の厚さが取り柄でな。気が遠くなる弱さな、こいつ。それは言い過ぎたかな。おい、ザクで出せ。てか、ザク結構強いな。むしろザクの方が強いまであるぞ。この音楽を除けば。ドゥ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 。ザクだからって、舐めるな。このままで済むと思うな。大して変わんねえじゃないか、ザクと。お前主人公ザクとほとんど変わんねえな、威力は。手間のかかるやつ。あれ、お前なんで、え、なんでお前何もできねえの？なんでだよ。何、絶妙に遠いわけ。バカ野郎。見てろよ、中心が焼き付くまで撃ち続けてやる。やるね。お出た。あれ拾わんでいいでしょ、別に。あんな拾わんでいいでしょ。だってあれ拾わないといけないんだったらさ、最後に落としたら、最後のやつを落としたら意味ねえとこになるんだよ。そんなことあるかよ、お前。もし来た上に関連マシンキャノンか。まあ反撃しとる。無言。おい、8000。狙い撃ちさせてもらう。致命傷は避けたが、
助かった。これマジシビアだな、戦いは。射撃は苦手なんだがな、しのごの言っていられんか。この戦略に面白みをさらすか。当ててきたか。いや、それだけでは。あのシンスタみたいなわけわからん BGM とかないから寂しいけど、ちょっとその分戦略に楽しみを見つけよう。スクエアクレイマー、お、いいな。これで4発も打てるんだ、この威力で。2600で。お、死にかけてんじゃねえかお前。沈め。かけは俺の負けか。敵が強すぎる。好き勝手にはやらせん。お、やるね。このままで済むと思うな。急に強くなったなお前。よし、いいぞ。しかもあいつ上に上がってきたからさ、これも俺に味方をしている感じ。うわ、もうちょっとスツールームファースト打ちてえな。スツールームファースト打ちてえな。お前幸運使えるんだ。マジか、マジか、幸運使えるのかお前。空中行け。なんか茂みが思ったより、茂みが思ったより仕事してる。ダンクーゲン行くか。いや、フォーメーション打てなくなら打てるか。鉄拳リード、これ鉄拳で倒せんのかな。いや、これ、いや、どっち、これ鉄拳の方がいいのかな、よくわかんない。まあとにかく頑張れ、とにかく頑張れお前は。こいつでとどめだ。よし、やれ、りょう。お、嫌な予感しかしねえぞこれ。あ、よかった。嫌な予感しかしなかった今。これでも分かんねえな、途中まで倒せるかどうか。思いのほうがわからない。よし、これでファで倒したいんだよ。ファ幸運疲れじゃんこいつ。回復したんかこれ。信頼、これ次のターンで一気にいけるんじゃない。7000で1勝ってない。こうとりあえず保留にしておこう。大丈夫か。よし、じゃあこれだけ拾おうか。一応リペアキットいらねえよ、いらねえ。やめておこう。いいか、じゃあこいつ撤退しねえだろうなお前。かなり撤退するからなこれ。スクエアクレイマー、これいいんじゃね？いいよなこれ、こっちに。よし、多分半分ぐらいでこいつは撤退すること多いから頑張って倒さないといけない。目の良さは命取りだ。これ大丈夫か。動く。かけるか。これで落ちるかどうか。これどうする。じゃあこれさ、幸運で出すとか無理ですよ今思ったけど、ダンクーから出さないと。そうでしょう。まあ、援護できるか。いや、お前援護できねえのかよ。あ、こいつが援護できる。あ、こうやるんだ。じゃあダンクーガと京介だ、ちょうどいい。こういうなんて使ってる場合じゃない。お、努力ある。どんぐらい当たる。55じゃねえかな。使わねえぞ。
努力は毎回必要でいいよ。よし、これならいけるわ、さすがに。よし、100% だな、でも。嫌な予感がするから。早くしとこう。前時に格闘射撃いくらだ。格闘145、射撃240。結構高いな。安入すぎる BGM。 行くぜ、ダンクを。思い出した、このゲーム熱血が 1.5 倍にしかならない。これが私の死に場所か。なんでソシャゲでもねえのにデフレさせてくんだよ、そんなに。誰も損をしないのに。仮面ライダーみたいな BGM。 なんか取れた。あ、今熟練度取れた。お、特殊技能を選択。以下の特殊技能を一つを選択できます。パイロットの外人。え、誰の。え、え、え、誰の。え、命中率プラス10って。何これ。え、これ全部取れんだっけ。ごめん、全然覚えてない。マジでこれ何年ぶり、これやったの。15年ぶりだから。これが良かったな気がする。特殊技能レベルプラス1。はい、特殊技能をパイロットに付加してください。ちょっと待って、そんなんいねえわこの中に。そんな育てたやついねえんだけど。誰ですよ、シローかな。いやでもシロー、え、あ、そうだ、これね、多分ね、1個消さないといけない。そうだ、1個消さないといけないんだ。でも、統率でしょ、統率でしょ、シローの。じゃないか。忍ぶ。何、ハテナってな。別にいねえわ、そんな。そんな育てたいやついねえわ。クリス。マジでいねえんだけど。じゃあシローでいいよ。援護ボギーいらんでしょこれ。まあこいつでしょ。そっか、熟練度取るとあんなことできるようになるんだ。あ、もうあいだね。なんかいまいち育てたいやつがいねえな。もう極めに極めに極めてるな、データ君が。これを見てくれ。極めに極めた僕のデータを見てください。うっかり消しちまうかもしれない。やりすぎやろ、これ。これ全部違うからね、これ。1周目、2周目、3周目だから、これ。あ、でも、熟練度85しかない。極めてるな、さほど。さほど極めていなかった。